こんにちは、井上です。今日は集中できる仕事を選ぶというお話をさせていただきます。でこの自宅で仕事するときにやっぱりその集中できるかできないかって話ってあるんですけども、その解決策の一つとしては集中できる仕事をやるということです。まあこれ当然のことと思われるかもしれませんけども、やっぱりその自分が集中できる仕事って何かしらあると思うんですよね。例えば好きでやってる仕事とか得意な仕事とか、まあ、楽しい仕事とかですね、そういったものがあるはずですんで、まあ、それを、まあ、自宅であろうがどこであろうが仕事にすれば、まあ、おのずと集中できると。集中できないななんてことは、まあ、ないはずです、理論上はですね。で私自身その集中ってことで、まあ、どうやったら集中できるんですかという質問を受けたりとかして、まあ、改めて考えてみると、まあ、そんなにそのじゃあちょっと集中しなきゃみたいにこう必死で考えてるかっていうと、まあ、決してそうでもないかなと。でおかげさまで今仕事としては自分で選んでやりたいと思ってる仕事ばかりですんで、まあ、そのおのずと集中はできてるんですよね。集中しないと終わらないとかそういったことは考えてはないです。でなおかつその集中しないと終わらないっていうことは、まあ、結構その量が多すぎるってことではあるんで、その量のコントロールというのは私が一番気をつけていることではありますんで、まあ、それもそうそうなかったりします。集中しなきゃ終わらないと。だからまあ集中には困ってないという状態ではあります。でその状態を作るにはやはりその仕事の入り口で、まあ、自分が集中できるような仕事をの依頼を受けるように工夫すると。で一方で自分が集中できない仕事は削ぎ落としていくということが必要ではないかなと思います。まあ、その集中できない仕事がもしあったら、まあ、その仕事を辞められないかとか、その仕事を次来た時は断れないかとか、その仕事と似たような仕事が来たらお断りするとか、まあ、そういったこともやっぱり必要かなとか思うんですよね。集中できない仕事はやっぱりどうあがいても集中できませんので、自分がちょっと憂鬱だったり憂鬱に感じたりですとか得意でない仕事っていうのはやっぱり集中できないかなとか思ってはいます。もちろんその仕事を選ぶっていうのは理想論かもしれませんけども不可能ではないので、でなおかつこの仕事を選ぶってお話をした時に、まあ、そんなの無理だってお話はあったりはするんですけど、まあ、何も今ある仕事、まあ、例えば10の仕事があって、その10を全部急に入れ替えなきゃいけないというわけではないですよね。だからまあその10のうちの1なり2をちょっとずつ入れ替えていくと、まあ、それで、まあ、ある意味数年にわたって中長期的に自分のまあ理想の仕事というのを作り上げていくという考え方の方がいいかなとか思います。で私もまあそう言いつつもちょっとずつ変えてきて、まあ、2007年に独立したんですけど、まあ、ちょっとずつそれを変えつつ変えられない時期もあったりしたんですけど、で2010年で11年12年でようやくその2012年ぐらいから結構自分が集中できる仕事がの比率が、まあ、だいぶ上がってきたかなという感覚はあります。だからまあ2007年から2012年でまあ5年ぐらいですかね。まあ、これ全ての方が5年かかるというわけではないと思いますけど、思いますので、まあそのまあ5年かかるのかと思わず、まあ、今からでもちょっとずつでもやっておかれるといいのかなとか思います。だから例えばその10ある仕事のうちに1つその憂鬱な仕事があってこれやんなきゃとかでも やりたくないなとか思ってると、まあ、やっぱり集中力って落ちると思うんですよね。その後で持ってると思うと、まあ、だからこそその仕事を辞めなきゃいけないっていうことにはなります。他の仕事にも影響がありますんで、だからその意味でちょっとずつ入れ替えていくといいんではないかなとか思ったりはしてます。でそのもしその集中できる仕事と集中できない仕事と、まあ、もしと言いますか当然ある最初のうちは特にあるわけなんですけども、そうなると集中できる仕事集中できない仕事っていうのをこううまく私はミックスさせるようにしてます。だから集中できる仕事、まあ、ちょっとその時のコンディションなり状況にもよったりするんですけども、今はまあ集中いつもは集中できない仕事もできそうだっていう時はそっちをやったり、
で、その仕事を例えば12分やったら、次は集中できる好きな仕事を8分やるとかですね、その後にまた4分やるとか、まあ、それぐらい分刻みでちょっとずつ計画してちょっとずつやっていくっていうのも大事じゃないかなと。で、集中できない仕事も例えば3分ずつに区切ってやってみるとかやると、まあ、ちょっとそれはちょっとずつ進むということにはなったりもします。で、私もまあ今仕事に恵まれているという話はしましたけども、まあ、多少なりともなんかたまになんですけど、その郵送しなきゃいけないとか役所に電話しなきゃいけないとかっていう仕事なり手続きがあったりするんですよね。今もウェナ3っていうこのスマートウォッチが壊れて、でその修理受付が電話でしか受け付けないんですよね。で、めんどくさいんですよね。電話で行って、で根掘り葉掘り聞かれて、まずその電話がつながるまでに時間かかるし、でそのこう引き取りに来ていただけるんですけども、住所とか名前とか言わなきゃいけないし、でまた復唱しますとかいう話でもう延々時間かかるわけじゃないですか。だからまあダメ元でサポートにそのメールで受け付けてくれって言ったんですけど、まあそれも当然通らずということで、なんかそういう憂鬱な仕事はやっぱりあるわけなんで、でそういうのはちょっと間にちょこっと入れるようにしておき、でなおかつ私はそういった仕事を金曜日、今日金曜日なんですけども、金曜日に集めるようにしてます。で、金曜日に集めてそういった仕事を、まあ、例えば今日ちょっと支払う仕事とか、まあ、支払うというのはプライベートの支払う仕事とかやったりとか、郵送とかっていうのは今日やったんで、今日金曜日でやったんで、まあ、そういった仕事とこういう YouTube とかブログを書くとか、なんか原稿チェックするとかっていう仕事をちょっとミックスさせてやるようにしてます。で、なおかつ金曜日にやるって決めてれば、もう週に1回その金曜日が来たらもうしょうがなくやるしかないんですよね。だからそこで、まあ、渋々やるっていうこともしたりもしてます。なんかそんな感じでちょっと混ぜつつやっていくっていうのをやるといいのかなと思います。その得意でない仕事とか憂鬱な仕事、集中できないような仕事ですね。もちろんその嫌な仕事、得意じゃない仕事を集中して短時間でさっとやるっていう考え方もあるかと思うんです。まあまあ、逆にそうやった方が早く終わるしと、悶々と考えているよりすぐやった方がいいっていうパターンもあるかもしれませんけども、私はその金曜日に先延ばしして、金曜日は我慢してそういうことをやるというような日にしてはいます。なんかそんな形で自分が集中できる仕事、まあ、集中できないからといって、まあ、自分が悪いんだとか、まあ、もちろんその自分のせいもあると思うんですけども、自分がその集中力ないなとかってあまり自分を責めすぎずに、その仕事自体が集中できるかどうかで、仕事って人と仕事っていう側面があって、まあ、どなたから受けた仕事かっていうのも大事かと思うんですよね。で、その側面からも考えると集中できるできないっていうのもやっぱりあって、まあ、例えば、まあ、あまり好きじゃない方からの仕事だとやっぱり集中できないと思うんですよね。だから自分がちょっと面倒くさいなと思う仕事でも、自分がこう好きな方から、この気の合う方からご依頼があったらできるっていうこともあるんで、人と仕事っていう側面があったりはするんですけど、これが独立前だと、まあ、仕事の内容はいいけど、その上司が嫌いで、その嫌いな上司から来てる仕事 で当然集中力が上がらないっていうのはやっぱりあるとは思うんですよね。まあ、そういう人と仕事っていう側面はあるんですけども、その人と仕事の仕事で考えて、これが集中できるのかできないのか、でそうすると自分が集中できる仕事はどういう仕事かっていうのが言語化できてくると思うんですよね。そういうのを突き詰めて考えていると、じゃあそれを、じゃあ自分の営業の窓口にそういう仕事をのメニューに変えていくと、だから自分が集中できる仕事がこう入ってくるようにするっていうことにすれば、まあ、おのずと集中はできるんじゃないかなとか思ってはいます。だから、まあ、今日はちょっと独立後っていうことを前提としてお話ししてるんで、独立前だとなかなかそれができないかもしれませんけども、独立後であればそこの入り口を変えるっていうことができますんで、もしくはどうしても集中できない仕事があるんであれば、それをやめるっていう選択も自分の責任においてできるわけですんで、まあ、ぜひその仕事自体が集中できる仕事なのか、集中できない仕事なのかということはを見極めてみていただければと思います。というわけで今日は集中できる仕事をやる、まあ、自宅で仕事に集中する
するには集中できる仕事を選ぼうという話をさせていただきました。で、最後までご覧いただきありがとうございました。